24時間テレビ告白から勇気を出して伝えようから8月26、27日のチャリティーマラソン走者が放送当日に発表されることが決定し、ネット上では断れない状況の中での発表はパワハラではなどと話題になっている。発表では所属事務所には連絡するがランナー本人も知らされないとし、ヒントとして当日会場となる武道館にいる人、走る理由のある人の2点が挙げられた。過去25回のマラソン企画の中で初の試みとなる。走る可能性のある出演者は番組で伴走コーチを務める坂本雄二氏から問診やトレーニングメニューをもらい準備するという。関係者は万全な準備をして本番に臨むとしているが、 SNS などを中心にパワハラを指摘する声もあった。芸能人の地位向上権利を守るための団体日本エンターテイナーライツ協会を6月に発足させた霊法律事務所の佐藤大和弁護士は、パワハラというのは職場における地位や立場の弱い人間に対して精神的や肉体的に苦痛を与えて人格や尊厳を傷つけることを言いますとした上で、今回の走者に指名されることは演者としてはむしろ喜ばしいことじゃないでしょうかと、パワハラには当たらないとしている。一方でやりたくないと思っている人は当日までに嫌だと告知できると思います。それでも指名されたら苦痛を与えたということで損害賠償は考えられなくもありませんと述べた。24時間テレビ愛は地球を救うは1978年から毎年8月下旬の土曜日から日曜日にかけて生放送されている日本のチャリティー番組、通称24時間テレビ24HTV。 日本テレビ系列30社に沖縄テレビを加えた民間放送局31社が共同で主催している。1978年愛は地球を救うをキャッチフレーズとして日本各地でチャリティーキャンペーン活動を行う番組として誕生した。年末などを除いて通常の放送を休止し、特別番組を週夜放送することは当時としては画期的な企画であり、福祉をテーマにしたことから実現可能であった。視聴者から寄せられた寄付を国内外の福祉、環境保護、災害復興の支援に役立てることを目的とした番組であり、本当の主役はテレビの前のあなたですを歌い文句にしている。番組内容は毎年設定されるメインテーマに基づき、健常者のみならず障害者や被災者、難病患者などにも着目し、チャリティーマラソンやドラマスペシャル、ドキュメンタリー、チャレンジ企画などを中心に構成されている。ランナーがワープするマラソンで本人が知らないなんてありえない。あのさ、今頃練習なりなんなりしてるに決まってるやろ。走る本人が本当に当日聞いて本当に嫌だって言ったら面白くなるな。その時はプロデューサーが走ればいいんだし、まずこれをマラソンと呼ぶのをやめろ。せめて耐久徒歩と呼べ。だからマラソンとチャリティなんの関係があるの？しんどいかもしれんがめっちゃおいしい仕事じゃんか。テレビもどんどん腐っていくな。この番組が腐ってるのは今に始まったことじゃないけどな。これぞパワハラってのをやらせで見せるのか。日テレすごいな。ここでどんなに否定されても視聴率取るんだろうな。放送作家が作った台本通りに進めて期待通りのリアクションをする仕事。ランナーは決まっていますが、当日に視聴者に発表しますなら OK。 これだとやらせとは言われない。練習しなきゃできっこないんだから、クソつまらない茶番だな。まあ芸人だろうな。無茶振りされても断れない。本人知らないていなのかよ。なわけないだろ。仕込み演出でしょう。ランナーはすでに決まっている盛り上がり効果を狙った演出です。誰がやるかわからんが、生放送で断ったら好感度上がると思う。マラソンはそろそろやめるべきだけどな。感動がないからな。そろそろみんな気づいただろ。24時間通して走らなきゃならんようなとんでも理由が何かを知りたい。マラソンに関しては初代の寛平ちゃんしか認めない。あらかじめ決まっててもう練習中だろ。ペルゾンか誰かに走らせて心臓発作で倒れて来年から中止になってくれたらベストやん。本当に当日発表なら AKB とかジャニタレのリレーでしょ。練習なしの100キロとか無理無理。もしくはベッキーが